楽しみやね。うお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 、こちらスペイ君です。今日はですね、こちらですね、僕がレッドローズという餌用ゴキブリを飼育しているケージなんですけども、今日はこちらのケージの方でとある実験をやっていこうと思います。それではやっていく。さあ、ということで今日はこちらのケージの方に入っているゴキブリを使って実験をしていくんですけど、今日やっていく実験はですね、こちら国産イリコ。これね、僕がザリガニとかカニ、その辺をですね青く染め上げたいなと思って買ったイリコなんですけども、めちゃくちゃね余ってるんですよ。で、まあ、ザリガニもね、サワガニもこんなイリコを使わなくても青くする方法を僕は知ってますので、こちらのね餌が余ってるわけですよ。こちらもともとね人間用でなくて餌用として買ったので、今日こちらの餌用で買ったイリコを使ってやっていくんですけど、このイリコをこいつらレッドローチにあげたら食べてくれるのかなと思いまして、今ね見てください、餌皿空っぽです。この子ですね、お腹ペコペコだと思いますので、このイリコをねあげていこうと思います。イリコ自体はねこれぐらいの大きさの、まあ普通のイリコですね。もうザリガニ釣りとかで使ったらめちゃめちゃ寄ってきそうなイリコなんですけど、このイリコをここにこうやってたくさん入れときましょう。うん、どうせね食べてくれると思うんで、たくさん入れます。ちょこい、たくさん入れとこう。こんな感じで、これをこのゴキブリに与えていくとするわけですね。でこんな感じでね、今イリコを置いてますので、経過観察していこうと思います。おっ、早速何匹もやってきてますね。食べるのかな、食べれるんだろうか。イリコって結構硬いじゃないですか。人間でも噛もうと思ったら結構こう歯に突き刺さったりとか、歯茎のね間に突き刺さったり結構鬱陶しいんですけど、食べれるんですかね。ちなみに僕はね、イリコを砂糖と醤油で炒めたようなね、僕が考えたなんかおつまみみたいなのがあるんですけど、それ結構美味しくて好きですね。さあ、このままね経過観察を見ていこうと思います。1時間ぐらいこのままねカメラつけっぱなしにして放置しておこうと思います。10年君と
ライトでね、1週間が経ちましたので、こちらをね、開けていこうと思います。楽しみやね。うわ、やば。こちらに餌皿があるんですけど、見ていきましょう。やば、見てください。あんなにたくさん身がついてた魚の骨が、イリコの骨が、イリコが骨だけになってる。しかもほぼ全部、ほら、やば、初めて見たイリコの骨、すごい。もうこいつとかマジすごい。メンタルも綺麗にくり抜かれて、綺麗に骨だけになってる、すごい。てかレッドローズとかってイリコの骨とかも残すんですね。イリコの骨ぐらい頑張れば食えそうですけど、イリコの骨さえ硬いんかな、やっぱり。すごっ、めっちゃすごいじゃん。ちなみにこの中にどれくらいの量のゴキブリがいるかというと、ちょっと出しますね。この辺さ、やばくない？重っ、うわえぐっ、ガチえぐいよ。ほら見える？うわ、やば、待って、あぶね、洋服の中にゴキブリ入ってくるとこあった。うわ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 、ここえぐいって。見える？この中見えにくいと思うんだけど、ほら、おぞましい量のゴキブリがついてる。多分やばいと思うで、これ、これプラス1、これこれすごいと思うで。なんか、え？ちょっと待って、意味わかんない。もう詰まりすぎてわけわかんなくなってるもん。いくよ、うわー、やばい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 。さすがにね、虫好きとかね、嫌いとかね、関係ないね、今のは。もうてか終わったと思って、てか多くね、量これ増えた？さらに、さらに増えたとしか思えない量いるんだけど、んなことないと思うんだけど。だって幼虫、卵の殻ないやんか、どこにも。まあいや、たまにあるけど、たまにのレベルよ、あるって言っても。うわ、見てください、これが僕の家のゴキブリです。えぐいねということで、ね、今回はこちら大量のゴキブリの中にイリコを入れたら、このように骨だけになりました。やっぱすごいですね、うん、このゴキブリという生き物、なんかね、食欲というか爆発力でやっぱ半端ないですね。こんな感じで今後も生き物の採集だったり、生き物の飼育、あと昆虫標本付き生放送もやってるんで、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画を見てください。バイバーイ。